ママがね、ご飯作ってくれるって言ってたんだ。しかも、このクリームチーズソースで作ってくれるって楽しみだな。でもね、その前にさっさと実験をしなきゃなんだな。これらって本当にウェってなるんだよね。ウェってなるんだ。だから、どうやったらウェってならないのか考えていきたいんだよね。ちょっとまずどれぐらいウェってなるかやってみたいんだよね。ママがねえ、ママがねえ、ママがねえ。ならない、ならない、ならない。あれ、もうならなくなったね。うわ、これなったね。これ結構なるってことが分かったから、これをね、いろんなものと混ぜてどうやったらウエってならないか考えていきたいんだよね。みんな大好きオレンジジュースなんだよね。何色になってるか僕もわからない。アメリカのお菓子っぽくなってるんだよね。ちょっとこっちは多分薄い。おいしい。ちょっといる。ママに怒られないようにしないとね。ママがね、ご飯作ってくれるって言ってたんだ。まず牛乳さん、アウさんと混ぜていきたいんだよな。こういうボウリングの球あるよね。ないよ、ないよ。こんなボウリングの球はない。こんなボウリングの球があったら誰も悔しないよ、そのボウリング場に。なんでだろう。さっき食べた南独の味がするんだ。カルピスウォーター、こういうのって普通多分満タンなやつを見せてからやると思うんだけど、僕は気にしないんだ。絵の具だね。ママがね、ご飯作ってくれるって言ってたんだ。なんだろう、なんかさっき食べたものの味がするんだ。不思議なドリンクだね。さっき食べたものの味がするんでしょ。じゃあ、とっても美味しいものを食べた後にこれを飲んだら、またその味が味わえるんだね。もし、こうやってコップを前に出したら、同じものを出してくるバーテンダーがいたら殴るよ。みちょ、僕これがね、とても好きなんだ。普通だね。うるさいな。化学薬品で溶かしちゃうぞ。混ぜるものがないんだ。カルピスウォーター、牛乳さん、オレンジさん。オレンジさんってすごいよね。だって名前が色になってるんだから、僕もそれぐらい頑張りたいな。自宅でドリンクバーがあるなんて嬉しい。
行くてデートは楽しい実験だったかな。みんなもやってみてね。Poco cantante, poco cantante.